はい、こんにちは、テニスピークの林です。本日はですね、ゲスト来ていただきました、秋田志保プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋田プロは日本ランキング最高8位ですね。で、世界ランクが、221位、まあ、日本のトップ、レベルだと思うんですけど、まあ、今日はいろいろ考えてることとか教えてもらえたらなというふうに思います。自己紹介お願いします。プロテニスプレーヤーの秋田志保です。橋本創業ホールディングス所属で応援していただいています。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは、本日も秋田プロ来ていただいて、ファーストサーブについていろいろお伺いしたいと思います。結構秋田プロ背あんま高くないですけど、はい、157センチ。想像してたよりだいぶ小さいっていう形なんですけど、はい、その中でもファーストサーブなんか意識してることとかあれば。そうですね、やはり身長が低い分、こう上に打っていくことが大切になるんですけど、こう結構私意識してるマイブームみたいなのがあって、うん、今のマイブームが腕は上に振っていくんですけど、こう打点のところでスナップ効かせる。だから腕は上に行く分ボールの軌道が上に行くんですけど、ここでリラックスしてスナップすることで下に行くっていう、こうパワーを出すのが苦手な方でも、こうスナップ効かせることでこうスピードも出しやすいのでおすすめかなと思うのと、に向かって体重が向かっているかっていうのを確認するために、普段の練習で一番最初肩回すと思うんですけど、その肩を回す時に肩回しながら 2,3 歩多めに歩くで、歩いてる方向がしっかり自分の打ってた方向に合ってるのかっていうのをこう確かめる材料にもなるので、それで自分の体重移動がしっかりいっているのかっていう確かめる方法でおすすめかなと思います。なるほどね。はい。ファーストサーブちょっと確率下がる時もまあたまにはあると思うんですけど、全然ありますまあその時もやっぱりサービスゲームなるべくキープしたいっていうところがあるとね、もちろん思うんですけど、なんか気をつけてることとかありますか、サービスゲームキープするっていうために。そういう時ってあんまり意識しすぎることが多いと焦ってしまうので、特に試合っていうことで相手もいますし、勝ちたいっていう、こうメンタル的な部分で練習とはまた違った難しい状況ではあるので、シンプルに1個だけ意識するとおすすめだよっていうのがありまして、それがテンポなんですけど、自分の中でのテンポってあると思うんですよ。で、私だったら1、2って打つのが一つのテンポなんですけど、このテンポが崩れるとどうしても入らないことが多くなっていくので、こう見てくださってる方の中には、私は 1,2,3 で打つのがいいよっていう方もいらっしゃるでしょうし、5のカウントで打ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、できれば1から3の中のできるだけ短いカウントの中で常に同じテンポで打てるように、こう試合中そこだけ無心で意識してってやっていくと、だんだん自分のテンポも合ってきて、入る確率も増えてくるので、それはおすすめします。私もやってます。
確かに入らないと焦りますよね。はい、で、あのもうちょっと真ん中に打とうかとか、そのとりあえず中に入れようっていうことで、そしたらやっぱりスイングスピードが遅くなってしまって、こうネットに行ったり、はいはいはい、もっと入らなくなって、スイングスピードが速い方がやっぱりコートには入るので、ってなったらそういうところをまず1回取り除いて、テンポっていう一番基礎の部分に戻るというか、もうトスとかもあまり意識しないで、とりあえずもうそれだけ意識して、で余裕ができてきたらコースとかっていう意識に持っていったらいいんじゃないかなと。なるほどね。のところからも一応動画撮らせていただいたんで、まあ軌道とかそういうのも参考になるかなというふうに思います。本日は以上です。ありがとうございました。